あの、まあ、僕は時々、まあ、炎上するんですけど、で、えー、まあ、時にはですね、非常にあの、強い言葉で人を非難することもあります。あの、まあ、子供の頃が口喧嘩は得意というか、いざとなったら見たらよって感じはあるんですけど、ただね、僕は別になんか世の中の人っていろいろ、まあ、僕自身も欠点とかたくさんあるし、ダメなとこもたくさんあるし、痛いなとこもたくさんあるし、そんなね、あの、そういう、そういうところにわざわざ出かけていって、お前ダメだなとかいうことは絶対にしないんですけど、ただ僕がその、スイッチが入って、まあ、反撃をするときってのは、結局ね、 誰かが、別に自分で自分の中で限界があってダメだったらいいんですけど、他人の自由を踏みにじるときですね。あるいは他人の意見、思考を発表する自由を踏みにじるときには、僕はそういうときは本当にスイッチ入って、やっぱり一番許せないと思うんでしょうね。昨日、三浦瑠衣さんのツイートに対して、えっと、ある、なんかどっかの政党からですね、ええ議員に立候補する予定の方なのかな、お医者さんなのかな、その方がなんか、あの、感情論だって言った。これは僕はもう許せないと感じて、 で、そういう時はもう、僕は、あの、非常に強い言葉で、えー、その人の、えー、論理的な欠点を、えー、指摘します。僕は強い言葉を使いますが、常にその後ろにはロジックがあります。ですから、そのえ、エビデンス教っていうんですかね、あの、エビデンス、僕はまあ、僕も科学者ですから、そのエビデンスってのはどういうものを、 このところで、えー、捉えて、ですねどういうふうに統計的な解析が行わないか、そんなことはもう周知してる、熟知してるわけですね、手の内はよく分かってるわけですよねで、そのデータはその限定の中で、もちろん有効性があるなんてことは、そんなことは誰もわかってるわけですよ、まあ科学者だったり、理財士持ってるわで、そこは別に大したことじゃなくて、で人間の生活スタイルというのは複雑ですから、あと人間のその、えー、と認知の発達とかね、えー、心理的な状態ッというのは複雑なんで。 要するに、エビデンスができるっていうのは、そのごく一部分なんですよね。だから、例えばだから、ワクチンの有効性、これはエビデンス化しやすいです。ただ、マスク着用がどういう効果あるか、これはエビデンス化しにくいです。できたとしても、非常に限点的な意味しかない。ワクチンは体内に入れたら、その後、まあ、どういう生活しようと、まあ、例えばそうだな、暴飲暴食したり、睡眠不足だったりしたら、 あるいはその人の個性ですね。あの、免疫系の個性とかそういうものによって、そうするとバリアビーティがあるかもしれないけども、まあ、その有効性ってのは統計検定すればわかるんですけど、マスクをつけてつけないっていうのはね、本当に生活の一円の中で例えばどっか表面に触ったりとか、それを舐めたりとかね、あの、まあ、ここから入ってきたりとか、マスクに付着したりとか、ものすごく複雑な行動のパラメーターがある中で、マスクの着用の、えー、是非というかですね、それが有効かどうかってことを議論してるわけですから、そこでエビデンスって言ったってそんなのは、 まあ、ものすごく限定的な意味しかないことは明らかだし、その認知発達だって、まあ、ありとあらゆるその指標を思いつくわけですよね。あの、心理学者はね。で、もうそんなにたくさんあるわけ、提案されているわけです。ただ、それが統計的にこういう意味があるとかですね、何よりもそれが、その、えー、バリアビリティを正確に反映しているものであると、えー。そういうことをちゃんとやるためには、それなりに時間かかるわけで。でも今の子供っていうのは、もう今発達しているわけですから、今マスクして、え、子供たちが生活していることの影響っていうのは、 いや、それはエビデンス出るまで待ってたら、ええー、なんか、間に合わないわけですよね。で、だから僕は、ええー、と、一般の人たちの直感が、意外と多くのことを捉えてんじゃないかって言ってるのは、別にこれ、極めて論理的な話なんですよ。わかります極めて論理的な話なんですよ。で、その論理が読めないような人は二流以下のバカだっていうふうに、二流以下の知性だっていうことを僕は昨日言いましたよ。確かにツイッター上で。でもそんなことは、別にそういう人たちが、いや、私は、あの、ええー、と、 定量化ででききるエビデンスが好きなんですって,言って自分たちの世界で勝手にやってくれれば、あの別に僕はわざわざそこに出かけていって君はバカですねとは言わないんですけど、そういう人が他人の自由を、に侵害しようとしてきたり、他人の言論の自由を奪おうとしたときには僕は猛然たる反応をします。それは覚えておいていただきたい。じ、バカな人が、だって僕だってバカだから。 バカな人がバカ、自分、誰にも迷惑かけずに、自分でバカやってるぶりには別にそれはいいと思うんだけど、そのバカが自分の生煮えのハ,ハーフクックとなアイデアで他人の、えー、フリーダムにインフリンジするようなことがあったら、それは俺が虎の踏まれた状態だということです。そういう時に僕は誰かを、えー、強い言葉で、えー、非難することがあります。えー、そういうことなんで、えー え以上、えー、私の感想というかですね、そういう、私はそういう人間だということでございます。えー、もしよかったらそういう人間がやってる、もの共有チャンネル登録お願いします。底辺 YouTuber なんだよ。トラノンあるよ。